おばんです。虫の音もなんとなく秋を感じる気配になりました。シルバーウィークですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も楽しく美味しくお届けいたします。この番組は結びが地域医療連携管理センターの提供でお届けいたします。吉岡里沙の酒と魚と音楽と、皆さんおばんでーす。青森出身のナビゲーター吉岡里沙です。そしてアシスタントの陳土屋永田美香です。イエーイ。今日も楽しくお届けしたいと思います。ちょっと里沙さん、はい、シルバーウィークって、はい、どんな意味か知ってる？知ってます。どうぞ。最初はね、うんうん、なんかあの毛色の日とかも言ってないじゃない。そうかなと思ったんだけど、ゴールデンウィークが5月にあるじゃない。そうなの。それで、そう、うん、でこの間ニュースで言ってました。あ、やっぱ見ちゃった。私もてっきりね、ある一定の年齢以上の方のこうなんか連休だと思ってたら、私たちも休んでいいみたいなんですよ。いや、まだ若い。まだそうです。はい、そうです。稼ぎですか。はい、稼ぎます。というわけで今日も稼ぎましょうということで。はい、ですね、この番組なんですけれども、はいはいはい、1時間番組ですね。うん、毎月、第3月曜日、夜の7時半から8時半までの生放送なんですが、今日はちょっとね、都合がありまして収録となっておりますが、生放送のつもりで聞いてください。どっちにしても一発撮りだからね。生は生なの。そうなんです。それはいいのよ。そうです。全然ね、なんかね、何も編集なしで毎年。編集はないですからね。失敗はありますよ。失敗はいっぱいしてます。失敗は成功のもとだ。頑張ろう。ポジティブ。言い訳してる。ということでね、毎回、はい、あのゲストさん、もうね、今日のゲストさんはですね、ある時はプロデュース、ね、プロデューサー、ある時はラッパーさんになる、マルチの、かっこいいんじゃないの？かっこいいのよ。また今回もスタジオにいるんだけど、ハンサムでさ、若くてさ、どっから釣ってきたの、またこれ。引っ張ってくるね、リサさん。日本釣り味わうから。ということで、盛り上がってきますけどね。大丈夫、はい、この感じで。いつもですね、あとお酒はね、やっぱり青森の深浦さんから、今日はスペシャルのお酒。なんか、ね、見てる方はね、そう、もう映ってるから、なんとなくこれは見たことないよ。スペシャルです。これはないよ。はい、それと、はい、青森ホタテのおつまみもね、すごく美味しいのが届いてます。楽しみですね。はい、そして、むすび派さんからは、どんなメッセージがいただけるのか楽しみでございます。毎回すごくためになるものばかりで、ね、私たちも聞いてね、健康のためとか、自分のこう生きていく中でね、こうどういうふうにすれば気をつければいいかなみたいな感じのもね、それから、これから敬老会とかね、皆さん自分のお父さんお母さんにお会いになる機会があると思いますから、ぜひ今回のメッセージも聞いて、心に留めて、敬老会とか、ね、おじいさんおばあさんのところに会いに行っていただけたらなんて思いますね。敬老っていうの？うん、なんだそりゃ。すいません、親父ギャル君、すごい心配ました。今日一日心配な感じ。はい、ということで、はい、そういうわけで、さて、1ヶ月ぶりでございますね。そうですよね。はい、みかちゃん、どんな1ヶ月でしたか。はい、じゃあ私から言わせていただきます。私この1ヶ月はまず北海道ツアーに行ってまいりました。ちんどん屋北海道、3日間帯広市内、十勝の地方行きまして、3日間で老人ホームさんを10カ所いも、あとそれ と、夏祭りを3カ所、あとディナーショー1本こなしてまいりました。もう痩せた？美味しくてね、とかちの食べ物が。わかる、わかります。もうトウモロコシがさ、ちょうど今だったったのよ。別館ちょうどよかったのよ。そうなのよ、季節的なものね。そうそう、あとね、肉ご飯美味しいんだよね。美味しいよね。そう、もうなんかマトンっていうより牛肉の方がすごくて、あ、そうなんだ。もう毎日毎日ね、焼肉とか、あと長いね、贅沢とかね、贅沢な1ヶ月だ。大変だったね。充実してたね。充実しました。まあでもね、いい勉強になりました、やっぱりお客さんにもね、喜んでいただけたんじゃないかと思います。また来年の確約もいただいてきて、やりました。もうこれが一番嬉しいことでございます。みかちゃんの笑顔がさ、最高だもんね。え、何、もう一回言って。笑顔、みかちゃんの笑顔最高。ありがとうございます。リサさんも。いやいや、もういいんだ、私たちは。それで、あ、それとね、これは、9月、上旬だったんですけどね、桜新町であるねぶた祭りっていうのがあるんですよ、毎年。
ね、東京都でな、都内で何回かねぶた祭りってあるんですけど、うん、桜新町がなんと5万人が出るという、すごいんですよ。サザエさんの町。そうそうそう、サザエさんの町。だからサザエさんのねぶたがいたりとか、うん、すごい見てみたい。で、私はそのねぶたの運行の前のにぎやかしを2時間ぐらい商店がやらせていただいて、サザエさんと一緒に戯れるという仕事ですね。いいですね、で楽しい。そうそう、でたくさんのね青森県の方も遊びに来てくれてて、うんうん、ねぶた林の方も来てて、うん、皆さんあの声かけてくださったんで、まあ、とっても嬉しい仕事でした。ね、嬉しいですね、はいはい。で、なんかリサさん、はい、噂を聞いたんですけど、はい、すごいなんかあっちこっち旅から旅への渡り鳥だったって噂を聞いたんですが。はい、そうなんです、うん、ちょうど1週間前ですか、うん、イギリス、あ、デンマーク、イギリス、え、ヨーロッパ。ヨーロッパ、すごいですね。そう、デンマークは初めてだったんですけどね、あの人魚姫の、あら、で有名な泡と消えるやつですね。はい、あ、まあなんか今のすごくなんかいい感じだったわ。泡と消えるのよ。どうでもいいですけど何しに行ったんですか。高齢者 の、 あのケアハウスとかその施設団でね、ちょっと拝見させていただいて。そうなんですよ。お勉強に行かれた。そうでございますの。結びがさんのね、行ってこいという一言で行ってきますっていう感じで、さすがリサさん。いや、やっぱりある程度英語ができないとね、こういうところもね。そういうところでリサさん、はい、そう、私ほら OL してたでしょ、アメリカの会社で働いてたので、うんうん、そういうところはちょっと得意かもしれない。グローバルなのね。そう、あの普通の歌い手さんじゃない、うん、はいはいはい。それと、うん、昨日、うん、昨日、あ、一昨日札幌から帰ってきました。お、一旦そのデンマーク、イギリス行って帰ってきて、うんうんうん、でそれからまた札幌に音楽、日本音楽療法学会の、全然東京いないね。いなかったね、なんかね、いなかったね、うん、ちょっと疲れ気味なんだけども、そうそう、でも元気だな、はい、いやもう本当にミカちゃんのおかげでございます。いやいや、皆さんのおかげでございます。いいよ、札幌行って、そこちらもまた勉強される、うん、そう、お勉強、こちらはね、うん、あのイギリスから、うん、あのそういう医療、音楽療法をなさっている、ドクターとか、うん、そういう方がいらして発表してくださる、うん、日本、僕の国ではこうですよって、日本でもしなんかあの参考できることがあればどうぞみたいな感じの、そう、ご紹介とかね、そういうのがあって、うん、でなん と、理事長は、日本音楽療法学会の理事長は、あの聖路家の日野原先生、日野原先生、あの有名な、はいはい、書物もたくさん、そうです、今103歳、あと2ヶ月経たずして104歳になります。すごいですよね。公演1時間経ったまんま、お元気よ、ね、でツーショット写真を、ね、撮っていただこうかなと思ったんだけど、メガネを、あ、あの目の手術なさってからね、ツーショットはやめることにしたんだって。やっぱり自分のほらおしゃれ度とか、そういうダンディーさとか、やっぱりね、こうなくしたくないところが、そういうところに気を張ってらっしゃるから、うん、こう若さが維持できるんですよね、うん、きっとね。それで、審議委員がね、湯川玲子さん、あの湯川玲子さんはツーショット写真でフェイスブックで撮らせていただきました。名刺交換させていただいて、それはね、うん、あの皆さん、あの吉岡里さんのフェイスブックにアクセスしないといけないですね、はい、これね、見てください、ご覧ください、チェックしてみてください、はい、という感じで、はい、それとなんと日本酒ナビゲーターの更新行ってきました。ここ番号があるんですよ、隠しちゃいますけど、行ってまいりました。ま、あのね、楽しかった、めっちゃ楽しかった。でね、もう一回行こうと思う。これナビゲーターっていうのは、でもこれも認定証になっちゃってるじゃないですか。聞き酒師とまた違うの。これのアップが聞き酒師になるね。まずこれが、これまずこれを取って、うん、お勉強してっていう感じかな。日本酒ナビゲーター認定証っていうのを持ってますね、うん、そうそうそう、こういうのがある。はい、行ってまいりました。うん、まだまだあの1回だけではダメなので、何回か行って、うん、であとなんかお酒の会があったらそれにこう参加してね、お勉強して、次はミカちゃんも連れてってください、はい、そう、ミカちゃんね、誘ったけど行けなかった。ごめんなさい。で、飲んでやっぱり覚えることが一番いいかもしれないね。飲んで飲んで飲まれ飲まれじゃない、飲まれじゃない、飲まれないように飲む、はいはい、はい、という感じで、はい、はい、あのすごい楽しく充実した、はい、ね、今月もね、1ヶ月楽しかったですね、はいはい、では、はい、お待たせいたしました。いよいよでございますか。本日のゲストさんをご紹介いたしましょう。この方です。音楽、本日のゲストは八戸市出身、慶応大学 SFC 卒業後、アートスペースアンプカフェ、ギャラリーブラックボックスのマネージャー、またイベントプロデューサー、はたまたミュージシャンでいらっしゃいます、大黒健二さんです。イエーイ、どうもです。なんかおしゃれ。あ、どうもどうも、
生がやってきた。いやもうだいぶハードルを上げられてたんで、もうどうしようかなと思いすごくその、ね、2人もやっぱりあのお姉さんというかお嬢さんたちのも、ね、2人の付き合いを見ていて、僕はどういう感じで入ったらいいのかと、お嬢さんちょっとね、いろいろ考えてます。めんこだべ、めんこいめんこい、まあ、よろしくお願いします。かっこいいよね。よろしくお願いします。お姉さんがまたおしゃれなのよ。そうなの。お姉さんがなんとね、はい、っていうか私あのもう大黒系にすごくお世話になってたんでございまして、ね、本当にあのお父さんお母さんお姉さんよろしくどうぞお願いいたします。映像なんですよね。映像なんですよ。お久しぶりです、はい、お久しぶりですお姉ちゃん気さくな人で安心なんかこうおしゃれだからね、すっごいそうでしょ。なんかこうなんか座り格好とか、うん、服装も皆さんね、あの音だけの方分からないと思いますけど、もう見るからにね、なんかこうラフおしゃれっていうね。なるほど。メガネが印象的。おひげ、そしてヘアスタイル。そうね。いいよね。刈り上げてますからね。なんか今刈り上げって言わないの？え？今刈り上げって言わないのかな？刈り上げってどういう何ヘアスタイル？なんていうの？ツーブロック。ツーブロック。今また流行った。おお。アップと。ね、モヒカンじゃないの？アップと。モヒカンじゃない。ツーブロック。ツーブロック。皆さん覚えましたね？ツーブロック。ちょっとこう見して、うん、そう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 、うん、ここで、うん、かっこいいよね。まあ、ちょんまげっちゃちょんまげって楽あれもっと仕事柄ね、ちょんまげちょんまげっちゃちょんまげですね、うんうん、なんかすいません、仕事柄ねおしゃれに弱くてとにかく今日はしかし、まあ、あの飲めるということで、あ、飲みに来ましたんで、はい、いいゲストさんですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、はい、なんと八戸出身なんだもんね。そうなんです、八戸出身で、なかなか八戸のことをね、まあ今日どのぐらい八戸のことでも、まあ、あの若い頃の話だとやっぱ八戸の話出てくると思いますので、ぜひ八戸の方も見てる方は、そう、ご覧、うん、になってる、いや多いと思います、八戸の方。お、お、こいつって思ったりもすると思う、まあ、本当に同級生の人とかも ね、そう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 、そうですよ、なんかこう、もうどこ、 どこにいましたよ、はい、八戸小学校、第二中学校、八戸高校、うん、長根っ子です。長根っ子長根っ子って言ってた、昔から言ってないですね。言ってないよね。長根っ子って言うんだって思った後で、はい、八高って優秀だよね。いやもう皆さんそれぞれね、優秀な方が多いから、うん、だって高校はあんまり関係ないよね。優秀は優秀だけども、うん、だって美香ちゃんだって私だってみんな、うんうんうん、その上にももっと優秀な方だけどもね、あ、そう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 、うん、そうだよね、そうなんだけども、うんうん、あのやっぱりお仕事がすごいよね。なんて、はい、紹介しましょうかって言った時には、そのある時はプロデューサー、ある時はラッパーさん、はい、ね、いろんな、でもすっごいビッグイ、ビッグイベントもやったんだよね、うん、そうですね、あの六本木アートナイトっていう、うん、あの芸術の、イベント、まあうん、みんなで楽しもうっていう一晩かけていろいろぐるぐる六本木を回って歩くようなイベントの、うん、まあ、六本木ヒルズの1階のカフェの、うん、まあ、絵描きをこういろいろ集めてこう演出して見せるみたいな話、その展示というかパフォーマンスがあって、うん、まあ、それのプロデュースを今年やったのが、うん、まあ、結構大きな企画でした、うん、だって何万人集まるの？いや、なんかちょっとわからないですね、あれ、まあ、何十万っていうレベルだと思うんですけど、あ、何十万ですよね、全体としては。本当お祭りなんだ、うん、そうですそうです、八戸の三社大祭みたいなもんだ、三社って言ってました、お祭りです、ね、はい、お祭りだよね、だからね、まあ、三社大祭に比べるともう全然若いお祭りなんですけど、うん、なんか六本木っていうところがまあちょっと変わってるっていうか、うん、そこで一晩遊ぶことなんて、まあ、僕もやっぱ田舎者なんで基本的に六本木とか居心地悪いんですけど、居心地悪いですよ、まあ、それはそれはね、わかりますよ、私はやっぱりこう全然行かないですもん、六本木行くっていう時構えますもん、いやね、しかもなんかもう高円寺から行くと大江戸線、あ、今高円寺なんだ、高円寺なんです、あ、そうそうそう、高円寺、今ポイ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 、今僕も高円寺ですということをもうすごく声を大にして言いたいんですけど、うん、高円寺を拠点に活動してます、いや、うん、なんかかっこいいよね、高円寺、うん、住んでみたい、一度、私住んでたの、うん、ね、あの一番最初、うん、あの八戸から出て、うん、最初の10年は高円寺だったんですよ、うん、もうだからね、ミュージシャンもいっぱいいたし、うん、そう、本当にアーティスト多かったでしょ、そうそう、アーティスト多かったですね、古着しか着てなかったしね、うん、あ、古着ばっか着て、でもなんかそういう古着屋さんもなんかすごくおしゃれって感じ、おしゃれなんだよね、基本的にね、基本的にはおしゃれですけど、うん、世間が抱いているイメージのおしゃれではないと、あ、ちょっと本当のおしゃれじゃないよ、ね、私が今
多分抱いてる、どうですかね、高円寺っておしゃれなんだよね。あんまり高円寺ディスっちゃダメだよ。いや僕は愛を持って言ってるんですけど、あ、愛を持って、そういうおしゃれじゃないっていうことは結構言いたくって、うんうん、みんな好き勝手やってるんで、おしゃれといえばおしゃれだけど、うん、一般的にそれがおしゃれかどうかはそれは分からないっていうか、それはそう、個人のオリジナル、うんうん、オリジナリティがある街、そういうことだと思います。許してくれるよね、うんうん、だからお金かかんなかったもん、暮らしてて。本当そうなんです、いいとこなんだね、うん、なんか何着てても別になんともないし、そうですね、うんうん、もうだから街がもう大きいお家みたいな感じで、うんうん、僕は一人暮らしなんで、うん、居酒屋はまあ僕ん家のリビングみたいな、今みたいな感じです、うん、でも部屋はまあ寝室、アットホームなんだ、うん、借りてる部屋はもう寝室みたいなもんです。へえ、はい、もう本当に寝巻きみたいな格好で、ちょっと下町チックな感じ。いや分かるわ、うん、っていうかもう、あの、うん、私も高円寺暮らしていた時は、うん、本当になんかこう家にいる時間ってほとんどなくて、寝る以外は、ね、あとはもうどっか行けたんだよね、そう、24時間飲めるし、うん、24時間飲むんですよ。飲むんだよ ね、 だからね、そうですね、まあプロデューサーとしてやるところもあるんですけど、うん、ベースはお店があるんですね、ギャラリーとか、うん、あ、そうですよね、アンプカフェっていうお店をやってるんです、うん、でそこはまあたまり場みたいになってて、うん、写真も持ってきてるんですけど、うん、多分喋ってて、だって見せてる余裕ないと思うんで、まあ後で何かしらね、そうですね、なんて検索すれば出てくるの、ね、AMP カフェ CAFE アンプカフェ、うん、高円寺アンプカフェというところで、まあ、カフェという名前なんですけど、うん、喫茶店ではなくて、うん、人のたまり場っていうところですね、うん、でまあ、ギャラリー展示会をやったりとか、音楽のイベントやったりとか、イベントスペースみたいな、イベントスペースです、いつもイベントやっていて、うん、で今日月曜日なんで、うん、月曜日お休みなんで、あ、月曜日、はいはい、今日はラッキーだったね、はい、まあ、ただも最近はね、うん、あんまりいなかったりするんですけど、まあ、場所だけ作って、はいはい、うん、そうなんです、ありがたいことに外に出回って、ところで、はい、で今東京出てきて、そういうちょっと特殊な仕事してるじゃない、子供の頃からちょっとアートっぽかったの、ね、はいはい、僕は目上にいたわけでしょ、うん、そう、アートっぽかったかどうかはわからないですけど、兄弟がみんな、うんうん、そういう兄弟で、うんうん、あの姉は音楽やってて、うん、あ、お姉さんが音楽か、はい、弟はちょっと音楽ずっとやってたんですけど、まあ、今違う仕事してるんですけど、まあなんかまあ、そりゃそれでまた変な仕事してていや、それがすごくね、もう本当アーティスティックなのよ、ちょっと気になる、気になるね、お父さん、お父さん超面白いです、うん、弟さんもっと面白いな、弟が一番面白いですね、いや、お姉ちゃんの話によると、はいはい、弟は、弟たちは面白いっていう話、お姉さんはピアニストなんですよね、そうそう、ピアニスト、まあそうですね、うん、はい、で、お母様も結構ノリノリだよね、お母さんは単純にノリノリですお母さんって言ってる時笑いながらお母さんって言いますよ、いや、うちのお母さんは、ね、なんか兄弟みたいじゃない、あ、もう友達ですね、そう、へぇ、そうなのよ、もうなんか身近に女の子がいるから、うん、女の子慣れしてるです、僕お母さんがすごく女の子なので、うん、あー、わかる、もうちっちゃい頃から、はい、あの八戸でディナーショーがあった時に来てくださったんですけど、うん、もうノリノリでめちゃくちゃ踊るんですよ、かわいいなんとめんこいし食べなと思ったのよ、めんこいし、うん、本当にそうなの、うん、あら、そうで、お父様に似てるよね、まあ見た目は親父に似てるって言われますけど、うん、お母様もかわいちゃんなんだよそう、お母様も美人系で、そうそうそう、だからいいとこ取り、うちはだからそういう、うん、まあ昔からそのアーティスティックっていう、うん、まずアーティスティックっていう横文字とか今ですからなんかこうさんさん言ってるけど、うん、まあ八戸で生きてきて、うん、まあ、ただなんかいろんな科目僕結構なんていうのかな、うんうん、勉強とか好きだったんですよ、負けず嫌いだと、うん、だけど美術の授業が一番好きだった、一番楽しかったっていうのは、勉強もできるのに、うん、美術もできるって結構もともとじゃちょっとマルチ、もともと何でもできたいっていう気持ちがまずすごいあるんです、あ、なるほど、これしかできないっていう、言いたくないって、負けず嫌いなところがあって、こういう子だったらいいよね、うん、お母さん多分育て方か安かった、多分ね、あのお袋の術中にハマってると思うんですよ、それ盛り上げるのがめちゃくちゃ上手で、あ、なるほどね、大事なことだね、褒めて、うん、兄弟も3人いるから、じゃあ一緒にやろうっつって、うん、なんかこうパーティーにしちゃうんですよ全部、そうそう、だからもう今もパーティーやってるの僕もう完全に、あ、なるほど、そういう、あ、すごいルーツが出てるね、うん、なんか英才教育のなんかこう楽しい版楽しい版って、うん、じゃあ勉強しなさいとか言われてないんですね、なんだ、うん、へえ、なんかすごい楽しそう、でも、うん、あのそのお話よくわかる、うん、お話聞いて お会いしてるとね、うん、あー、なるほどなって納得できるもん、すっごい楽しい、かわいい、面と面こい人たち、面こい人たちだったよお姉ちゃんもお母さんもね、お父様もそう、うん、なるほど、うん、
ね。でお父様もね、うん、作詞作曲なさるしね、うん、童謡とかもね。あ、お父様はそうなんですか。親父は、うん、まあそうですね、ちょっと誰が見てるかわかんないからあれですけど、言っちゃダメなの、あの素晴らしい活動をしてます。一言、はいはいはい、もうそういうことで、私もそう思います。いや実は私もあの、うん、コンサートずっと、うん、あの初回から応援いただいてます。ありがとうございます。まあ、家族からすると、ありがとうございます。まあ、明け方とかこう親父がねピアノとかこうやって、うん、なんか別にプロでもなくて、うん、すっごいいい趣味だと思うけど、うん、まあとか言って曲を作ったりしてるんですよね。うん、うん、星ぶたに羽があってあーとか言って、それをこう聞いてる家族何回も。そうなってくるとちょっと親父は、これはうちの親父は結構これはああいうそっかそっかみたいな。だって大学時代にねコーラスやつの立てたんだよね。そうですね。もしかして八戸の中でもちょっと変わった家族。どうですかね。うん、評判？いやいやいや、表向きはあの普通の大黒さんのお家っていう、うんうん、なんていうかこうなんかこうね、あのちゃんとしてると思われてると思うんですけど、まあ、なんか大黒さんだしね、名前も大黒だし、いい名前だよね、なんかご利益あるね、なんかすごく由緒ありそうじゃない？そう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 、ただまあ家の中は割とカオスな感じで、うん、いやもうちょっとよく言いましょう、自由とか楽しい、いやいやもう、いや楽しいパラダイス、そうですね、混乱、ラテン系、うん、ラテン系だよね、ラテン系でもね。難しいですね。なんか常にワイワイしてるわけでもなくて、なんですかね、パーティー好きなんじゃないですかね。クリスマスの時とかもこうみんなで親戚とか集まって出し物やんなきゃいけないです。やるんですよみんな。なんか本当、みんな嫌がらないの？いやもうみんなやる、自分の番を楽しみにしてて。やる気満々なんだ。そうですね。でウェーとかイエーとか言って。わー。はい、ね、プレッシャーとかないのかな。いやだからね、鍛えられたっていうか、もう術中にハマってるんです僕。なるほど、あのいいことだっていう、みんなハマってるから。まあ言ってもこう今不安定な仕事に思われるんですよ世間的には。まあなんかこういうね、大きい会社に就職してるとかではないんで、フリーランスでやってる。あ、そうかそうかも、ね、ただも親ははっきり言って何も文句言えないですね。あ、大丈夫です大丈夫です、うん、大丈夫ですよ。お、はい、そうか、ありがとうございます、ご提供いただいてます。すいません、はい、そうか、はい、いやまあそうだよね、幼少時代はそういう幼少時代です、うん、ね、はい、で大学がこちらで、はい、慶応でした、慶応大学に、慶応ボーイの、はい、来ましたね、はい、あと自由な大学だった。そうなんですよ、湘南でしたっけ、湘南にあって、ね、湘南大っていう町なんですけど、うんうん、自由な大学ですね、もうそのまんま来てる感じ、うん、まあ、あれ学部は、学部は環境情報学科、環境情報学部、うん、環境情報学科、うん、環境情報学部、うん、それはアートとは関係があるの？ね、自分の、うん、なんていうの、まあ、好きなことできるんです、とにかく。だから芸術やりたい人は芸術ができるし、そういう先生もいるんです。でも、うん、絵描きの先生とかがいて絵を教わるわけじゃなくて、うん、美術史とかもあるし、うん、もうちょっとこう考え方の話とか、うん、どういうことが社会に求められてるかとか、そういうことを授業で学ぶと、うん、物作るのは学べなかったですね、うん、そこは美術大学とは違って、うん、絵の具の使い方とかは学んで、なんでそこに入ったんですか。志望校として、志望校としてやっぱそういうことがしたかったんですよね、自由な発想で。大体そのアーティストとか美術家っていうと、まあ絵が上手な人とか彫刻を作れる人とか物を作る人っていうイメージがあるんですけど、僕はそうじゃなくて、面白いことを面白いでしょって言って仕事にしていきたいっていうのがあるんですよ一番、うん、その子供の頃のパーティーがそのまま、そのままそう、影響ありますね絶対ね、うんうん、だから何でもいいんですけど肩書きは。だから僕は今プロデューサーやってますけど、うん、自分の作品だと思ってそれを企画を作ったりしてるし、それを自分が何か物を直接作るでもいいし音楽でやるでもいいんですけど、おもろいでしょ、面白いでしょって一緒に何かやろうっていうところでこうパッて盛り上がっていく感じを求めながら、あの弱小ですけども個人でフリーランスやってるんであれですけど、まあなんかちょっと種まきもしてる
感じです、ね、まさにその通りのことを実現、うん、まだ32歳、まだ進行形だからね、でこれからなんですけど、うん、ここですごいですね、はい、ね、はい、まだまだ頑張っていく人なんですけど、二十、はいはい、歳はど、二十歳になって成人式はどこでやったんですか。成人式はですね、うん、実は僕は18、19、20とほとんど、うん、地元帰って、まあ、正月ぐらいで成人式も実は出てないんです。でそうなるよね、はい、え、こっちでその大学の方でみんなでっていうのもなかったの。八戸のことは好きだったんですけど、うん、卒業式も出てないです、高校の。え、そうなの、はい、あら、ちょっとやっぱり10代後半の尖った感じ、うん、うんうん、尖ってたんだ、尖ってた、ちょっと青かったのね青い、まあ青いし、やっぱり地元から出たかったんですよね。いや、それはわかりますよ、でもそれはわかる。例えば高校生の時の芸術、うん、面白いと思ってわーってやり始めた時に、うん、先生も友達も誰一人同じ話を共有できる人がいなかったんです。だよね、うん、だ、私だって高校の時すごく暗かったじゃない、うん、じゃないって知らないって暗かったのよ、暗かったのよアメリカに行って私も弾けたからね、うん、だからそういうこう周りにそういう人がいないとね、うん、そう、うん、分かる気持ちよ。だからやっぱどっかで違うって思っちゃってたかもしれないです、うん、ごめんなさい、私もごめんなさいということで二十歳になりました、はい、お酒を飲みましょう、はい、ね、はい、今日のお酒はこちらになります、はい、映像を見てる方はじっくり見てみてください、はい、で本日はなんと、普通に手に入るお酒じゃございません、はい、試験醸造酒、うん、純米酒じょっぱり白神酵母作りのこれ原酒生酒でございます。イエーイ、弘前の、はい、六花酒造さんからの、はい、これはご提供というか北村社長いただきます、いただきます、ご提供でございます。じゃあちょっとね、ありがとうございました。あの、開けましたね、開けました。じゃあちょっとこう内容の方をご説明させていただきます。すごい、開けただけすごくいいかまりっこしたら、かまりっこ、じゃあ説明するよ、説明するよ、はい、いい、はい、今回純米酒でございます。こちらの方は、白神酵母という、はい、これ酵母を使ってます。この酵母というのは、弘前大学の白神酵母を使っております。でこれ試験的に作ったもので、精米部合は 60% で、酵母はナンバー9株を使っていて、そして、お水の方は、白神山系地下伏流水を使っております。さあ味の方は、アルコール度数が通常よりも低く仕上がり、米の甘みと酸味は口の中で広がる、例えるならば白ワインにも似た味わいとなっております。わー、はい、ということで、はい、これ非売品、非売品なんです、うん、限定200本の1本、うん、イエーイ、いただきます。ごめんね古川さん、古川さんとこグラスが今なかったごめんなさいね、井上さんもグラス後で、じゃあお先に、おーすごいね、うん、甘い、うん、なんかちょっと香りが独特な感じの香りしません、うん、なんかこうやっぱりワインに近いのがいいんですよ、いやーこれなんか飲みやす、飲みやすい、あ、これ酸味、酸味、酸味もあるし、うん、ただもう口当たりめちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ、でも本当にワインに似てるかも、フルーティーな感じです、うん、米だけど、であのフルーティー、お米の味がすごいする、うん、こ麹のね、うんうん、麹の、あのちょっと香りが、そう、麹、そうだね、麹だね、うん、この酸味がすごいワインっぽい、そうですね、だから単体で行きたい感じですよね、うん、これあんまり、なんか、うん、うん、これだけで、うん、で味そう、しっかり整理で、ね、今日の、あ、今日の、はい、おつまみがまた、はい、あるんですね、ホタテ流通振興協会さんからいただきました、はい、ホタテカリン島、カリン島、アドハダリ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 って何、アドハダリって、うん、おかわりとかなんかあまり美味しすぎてアドハダリした、え、これは平内町の、これはですね、うん、これは平内になってますね。ということはこのアドハダリっていうのは津軽弁？津軽弁なんだ。はい、これを私もまだね、いただいたことないんですよ。見たことないよ、だってこれカリン島ね、はい、なんかこんな大きいのから、うん、ちょっとあのカットされるとこのぐらい。あ、ごまが入ってるのかな？これ甘くないの、甘くない。甘くない。あとでほんのり甘い？うんうん。うん。あ、美味しいね、美味しい、うん、この音、ほら、うん、うん、うん、いい音、ね、うん、ずっと食べれるかも、確かにこれ、うん、
まさにアドハダリ。このアドハダリっておかわりとか後を引くって意味なんだよね、うんうん、ね、うん、まさに。いや、もっと甘いのかと思ってた。あ、なんか、ね、食べやすい。何にでも合いそう。なんかね、アーモンドとかピーマンも入ってるんだって。うん、人参、ピーマン、アーモンド。人参、ピーマン、野菜チップスみたいな。だよね、だよね。で、ホタテのエキスが入ってるんでしょ。美味しい。そちらでも召し上がってる。感心しながら。古川さん、栄養士だからもう、食べながらこれはうーんって考えてるのね。はい。それとね、あの、私ほら、イギリスに行ってまいりました。バッキンガム宮殿の、うん、で買ってまいりました。チョコレート。え、今ここで出しちゃうと。出しちゃう。なんかそうだって、ついでだからね。だってお酒飲む人さ、甘いのもあの辛いのも両方いける人って結構いる、ね。それがもうそうだね。ダメ。大丈夫。大丈夫だけど意外な流れだなと思って。そう、意外な流れ。ほら、こんな感じでなんかすごい美味しそうでしょ。なんかさ、日本のチョコよりちょっと一回りぐらい大きいよね。ちょっと大きめかな、うん、きっとこれをさ、うん、あの、ね、あれよ、英国のエリザベス女王様もいただいてたと、まあ、じゃあのシャーロかもしれない。シャーロット様とかも食べるのかな。シャーロット様もこれから粛々と、はい、選んでもよろしいですか。どうぞどうぞ選んでください。さあ、どれを選ぶのかなみたいな、ね、どんな盛り上がりも、はい、ではミカ様、ありがとうございます。バッキンガム宮殿、バッキンガム宮殿の味、はい、古川様どうぞ。ここでこんな盛り上がり見せていいのか。はい、よ、はい、皆さんそれぞれ、はい、じゃあ私、じゃあリサ様 は、はい、私はプリンセスリサはどうださるの。プリンセスリサ、このなんかこの食べちゃった。ちょっといただきます。うんでいいのかこのラジオ的に。食べてばっかりいるんじゃないかみたいな感じ、ね。あ、もうない、ごめんなさい。僕ね、早いんで。糖分取りすぎだよね、なんか全体的に。どうぞ。今日の夜はちょっと控えましょうみたいな感じ。あ、ありがとうございます。すごい、すごい旅を津軽から。そうそうそう。バッキンガム宮殿。そう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 。世界に羽ばたけみたいな。でも両方いける感じの。あ、そうですね。もうちょっと口の中にチョコ入ってるんだけど。だってこの番組ね、世界で見れるんだよ。あ、そうですね。うちのメイ、あのロサンゼルスいるんですけど、たまに見てくれてるみたいで。ハロー。ちょっとリサさん、はい、チョコレートとすごい日本酒、これ相性がいい。なんか口に残る酸味がすごくすっきりなるね。あ、甘いものに合うんだこれ。うん、そうだそうだ。これ合うね。全然喧嘩しないし。うん、ね、全然。さすが、全然喧嘩しない。うん、美味しい。なんか家族で喧嘩しなかったでしょ。家族喧嘩してないですね。なんかしなそうな雰囲気。兄弟、弟いるんですけど、喧嘩、まあまあちょっと険悪な時はあるけど、まあね、普通男兄弟って殴り合いとか一回ぐらいあったとか、取っ組み合いとかね、ないんですよ。ないの？え、私弟と取っ組み合いしたことあるよ。見ちゃった、見てるよ。そうね、ないっす。へー、弟さんも似てるの？なんとく弟似てるんじゃないですかね。性格も似てると思います。やっぱり人が集うようなお仕事なさってる。いや、もう全然そこは違って、僕のまあ似てるんだけど、結構表側と裏側みたいなこう逆の感じで両方持ってる顔なんだけど、選んだ仕事は全然違うんです。脳科学の研究者なんです。へぇ、はい、学者さんなんですね。なんかすごい三兄弟だよね。そうなの、スーパーなの。スーパーだね。そう、だからもうこもって研究してますよ。こうなんか僕も行ったことあるんですけど、うん、頭にこうなんかこうわーってついてつけて、なんかでっかいタンクに頭突っ込まされて、わけわかんない映像を見せられるっていう、ありがとう数値取れたよとか言われてるんだけど、今何だったのみたいな感じ。何だったのみたいな、そういう、はい、まあでも喧嘩したことはないです、とにかく。人のためにあのなんかこうするのが好きなんだね。それが結局自分のためなんですけど、回り回って自分のためなんだけども、自分が楽しいからやってるんですけど、なんかそれがこう、まあ、別に自分がやりたいことが結局、その、なんか人が関わってるのが楽しいかなっていう感じで、人のためにやってますとは思ってない、思ってないですよ、結局自分が面白いと思ったことばっかりやってるって感じなんですけど、まあね、
そうですね。だから人好きですね。人たらしだと思います。面倒くさいと思うことって、ね、イベントとかさせたがいる。めちゃありますよ。それ大変じゃないですか、正直。いろんな人と関わっていくっていうのは。なんでこんなわがままばっかり言われるのかなって。ばっかり絵描きとか、まあ、みんな。わかるわ。プロだからね。ちょっとは組んでくれてもいいんだみたいなこともあるんですけど、まあでも、まあ、結局そういう人が好きだったりするっていうのもある、うんうん、そうですよね、うん、だってそ それがめんどくさいと言っても言ってても、うん、他の人はもっとめんどくさいからそういうことやらないわけだから、うん、人よりもその分の、うん、こうハードルが低いっていうか、うん、めんどくさく思わない楽しい方を優先するんだろうなって、うん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 、そうかな、まあ、あとめんどくさい時めんどくさいって言える性格なんで、あ、それは僕自身がお前めんどくさいなって言えるんで、あ、だから結構大丈夫みたいなところもある。なるほど、うんうん、でなんか以前別なラジオ番組でね、はい、お話して、はい、イベント一つやった後になんかふっとこう達成感とかなんかあって、うんうん、3日間ぐらい人に会わない、2日間とか、うん、まあ、会わない限り会わない時もあります、ね、あるっていう、そこがね、うん、私そっくりなの。それわかりますね、うん、そう、同じ、私やっと私の感覚にこうちょっとあの近い人発見みたいな感じで、うん、すごく嬉しかったの、うん、私もそうなの。もうね、すっごくあのイベントにバーッとこう自分こう、うん、まあこうなんとなくこうニュートラルに自分の体を置きながらもそれに集中してるわけで、うん、それが終わるとなんかふーってなって、うん、私もそう 2,3 日ね人に会わなくても平気な人なの、うんうん、そう、だからその時ちょっと似てるかなって、ちょっとだけよ、うん、いや、そうですね、ちょっとだけね、だってすごい優秀な方なんだから、いや、うん、私普通の人だからさ、いや普通はどうかな、普通じゃないよ、宇宙人じゃないぞ、宇宙人じゃないぞ、ちょっと宇宙人的ではあるんですよね。まあそこはあれですけど、確かにあのリサさんも完全にあのセルフプロデュースなんで、はい、多分あの歌う以外にもいろんなこう外傷があるわけですよね、うんうん、でそれってすごいやっぱ大変なことで、いろんな人の話をこうまとめていくっていうストレスっていうのは相当大きい、うん、そうですよね。だからでもそうすると3人とも共通するんですよね。やっぱりそうすると、はい、あの本番終わるとやっぱりもうやっぱ外シャットするのは分かります、うん、分かります。やっぱり丸1日ぐらい、ミカちゃんなんかね、あのずっとコンクールの漫画読んでます。今年日本一だったでしょ、うん、その前なんか公園に行ってパンダかなんかでこうして一人でパンダに抱きついたりとかしてそのシーンをフェイスブックアップしてなんかもう大変だなって、すごいこう、特にあの終わった後の丸1日とかっていうのが一番こう真っ白くなれるから、その時やっぱりなるだけ誰にも会わないっていうのは分かりますね。なんかそれってリセットできる部分っていうか、うん、次のもうアイディアっていうか、うん、なんかふーっとこうなる瞬間なんだよね、うんうん、あのヨガで言うとなんかこう瞑想になるっていうか、すごい、いや正直実際疲れてるんだよ。疲れてるって、うん、疲れてるんだよ、そうそう、だからなんかそういう風に無になってまた次頑張ろうっていう、そういう感じでしょ、うん、であのアッパラだけとかだけでは、うん、あのそういったあの大きなことって作れないから、うん、どっかでしっかり冷静だったりしないといけないので、うんうんうん、あの明るいだけでは務まらないじゃないですか。そうそう、やっぱりいろんなところが同じような業種というか、うん、同じこう界隈にいる業界にいる人の中では僕だいぶ暗い方だと思いますね、うん、暗い、暗いですね。もっとこうもう声がでかいとか、うん、もっとこう派手な格好してたり、うん、ギンギンな人やっぱ多いですよ、うん、はい、僕は結構こう固めですね、その中では。なんか10年後とかそうならないでほしいな、うん、なんか怪しい感じにならないでほしい、今もだいぶ怪しいですけど、ね、いやでも全然こう話を通じる感じがするもん、うん、でもやっぱりこう、うんうん、そこ極めてっちゃう人の中には、うん、本当になんか完全にちょっとこう思ってる人いるよね、うん、あーねー、やっぱでも僕は生まれた場所結構関係あるかなと思ってて、あ、わかるわかる、やっぱ北の人の方がちょっと、うんうんうん、暗いって言い方悪いですけど、うん、まあよく言えば資料深かったり、うん、芸術とかそういう表現の世界で言うと、うん、太宰さんとか、うん、寺山修司とか、うん、やっぱりあれは北の感じだと思うんですよ、慎重だよね、独特なね、うんうん、例えば音楽で言っても北の方はもうちょっと静かな、ロシアとかもそうですけど、あと北欧とかも少しこう繊細な音楽とか、例えばなんかこうアイスランド、ビョークっていう、あ、私大好きです、だけど赤道の方行ったらレゲエとか、うん、やっぱこうメンタリティがその気温とか環境で結構違うと思ってて、だいぶ違いますね。僕はだから結構仕事で東京でいろんな人に会うと、僕は八戸の人なんだなっていうことを後から
こう気づかされることは多いです、ね、あやっぱりそうかみたいなところがある、うんうんうん、もう32歳でそれに気づくとは早い、ね、早いね私最近だもんだって私未だに分かってないかもしれないいやでも確かに結果的に自分が好きになる音の感じって、うんうん、やっぱり寒いところのものだったりするんですよ、うん、あのリズムの深さとか、うんうん、そういうのがやっぱり少しこうあの腰が入るっていうか、うん、落ち着いたものがだから昔、うん、沖縄音楽とかも好きだったんですけど、うん、やはりどっかでしっくりこない、はいはい、暖かいところの音楽は、うんいや私もなんかどこでもいいやって感じ、まあ、リサさんはねグローバルだから大丈夫なの私は本当にね、うん、なんかね津軽三味線聞くとねなんか、うん、もうこう何、うん、それがそういうのそういううわーっていうのもあるし、うん、あとラテンだったらもうサルサうやーうどんちゃえみたいな感じのもあるし、うん、もうどっちも好き、うん、基本的に音楽が好きなんですよね、うん、そう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 だって歌手だもんね好きっていう言い方したら失礼ですけどねそれはもう音楽が好きってことですね まず前提としてだけど考えてみたらさ、うん、もう人類がこの世の中にね誕生してからね、うん、その誕生した時って言葉がなかったわけでしょ、はい、その時は表現の仕方って、うん、音と踊りだったんだよね、うんうんうん、踊りそれから音、うんうんうん、だったから、うんうんうん、私たちとすごくいい仕事してると思うそうですよ ね、うんうんうんまあ、だといいなしてる、伝わるっていうのはいいなと思ってて、うんうん、やっぱなんか展示会やって作品とか、まあ、仕事の話になってますけど、うんうん、なんでこれはだからどういう人が作ってるんですか、うん、なんでこれを書いてるんですかタイトルは何ですか、うん、値段はいくらですかっていう情報で見ようとする人がすごく多くって、うんうん、で情報で見せなければ伝えられないし、うんうん、人も来てくれないんですよまず、うん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 、だからこんなバックグラウンドがあって僕の場合は例えば六本木アートナイトやりましたって、うんうん、あ六本木アートナイトすごいですね、うん、でも同じものやっても別にアウトプットは一緒だから、うん、それで感じてくれればそれで OK なんだけど、うん、やっぱりいろんなこう注釈が必要になるというか必要になりますねなるんですけど、うん、なくても伝わるものだから、うん、すごく面白いなと思ってて、うん、いかになくても伝わるように見せるかっていうのは、うん、なんか面白いことだし難しいことだったりもするんですよね、うん、みんな情報を知りたがるんですよすごい、うん、それは戦いだね、うん、相当戦うことになると思う、うんはいそうですよね、やっぱり自分で物事を判断するってことはすごい難しいことだと思うんだ、うんうですね、ほとんどできないからね、うんうん、やっぱ肩書きとかでも3人ともそれやってるわけじゃない、うんうん、それとあとなんか一応 CD デビューも、ね、はいはい音楽はそうですねだからあそうそうそう、ねはい、さっきあのちょっとねあのそうラッパーなんですよ外国さん。そうだから、うん、だからすごく大人し、大人しいとか、はいはい、あの大人のダンディーさを感じるじゃない？子供の頃音楽やってた？ピアノやってたんですけど、でも音楽なんかこうブラバンいたとか、うん、歌手やってた、いやいやいやバンドやってたとか。いやいやもう本当なんかこう遊びでやるぐらいの感じでしたね。うん、なんかライブとか出たりしてたこともあるんですけど、うん、とんがってた頃。そうですそうです。なんていうバンドだったの？昔ですか。はい、だから友達がやってるバンドにそれもラッパーとして1曲だけ参加したりとかってこと、うん。おお、なんていう名前？そのバンド名ですか、うん、ラッパーの名前はなかったです。なかったの。それはちょっとなんか抵抗あったですね。うん、ああ、そうなんだ。横文字でつけるのとかが、うんうんうん。でもそのメンバーがすごく変わってた。うん、で高校の同級生がやってましたね。あ、同級生で、うん、同級生がやってました、うん。じゃあやっぱり高校の時もなんかこう音楽的なものがなんかその友達が感じたんじゃないの、だから誘ったんでしょ。まあなんか友達だったんですよね単純に、うん、そういう理由でしかなかったし、うん、このグループも大学生の時に、うん、まあ部室を拠点にしたくて、うんうん、だからサークルを作ったのに、まあ、入って自分たちの部屋を学校に作ってリタイみたいな感じで、なんていうサークルで、ね、名前は一応リンクアップレコーズっていう、うん、DJ が好きな人たちのサークルだけど、別になんかその部屋を借りるためにサークルやってたみたいな感じで、うん、みんなも授業の合間にその部屋行ってサボるっていうか、うん、まあ、アジト作りみたいなやつアジト作りのためにやってたのが、まあ結果的にもずっと関係が続いてて、うん、まあ、CD までデビューできてで、あ、でその CD を出した、はい、あのそのメンバー、はいはい、あの、はい、名前というか、まあ、はい、あのグループ名は、はい、メトロフィールド、メトロフィールドっていう、うん、はい、グループ名ですね。で、はい、ラップをやってる、ラップをやってるんです、はい、でメンバーがメンバーそうですね、大学の友達なんで、うん、でそのいろいろいる大学なんで、うん、はい、メンバーもずっと友達なんですけど、まあ、一人は弁護士になったんですよ、うん、でもう一人は、今ウェブのデザイナーをやってますね、うん、やっぱりすごいね、皆さん全然バラバラな職業、うん、そうなんですよ、だからそういう大学だったんですよね、うん、まあ、結局、うんうん、なんかアメリカン的なこのこう才能を伸ばしていく
っていう感じの、そういうコンセプトなんですよ大学は、うん、ただ僕はもう結果的にはいろんなことやりすぎちゃって、うん、なんかこう路頭に迷った時期もあったんですね、大学卒業してから、うん、路頭に迷っちゃった、だいぶ何していいか分からなくて下北住んでたんですけど、その時、うん、まあなんかこうわけわかんなくなっちゃいました。で音楽のレベルに、うん、でバイトとかもしてて、うん、でその人もこうインディペンデントで自分で会社を作って活動してる、うん、結構有名なミュージシャンだったんですけど、うん、そこで働いたりもして、うん、ますますいろんな大人に会ったりして、うん、どうしたらいいか全然わからないっていう感じで、うん、まあそういうところもあったですね、うんうん、でもなんか最初からこれになるっていう感じで、あの、うん、やる道と、うん、それからこう探り暗中模索でこう、うん、探って、うん、手探りでこう行く道っていう、うん、そういうのも私どっちでもいいと思うね、自分の道だから、うん、あのそれだけ絶対無駄なことはないから、うん、いろんなことをやっていて、でその中でこう自分であ最終的にはこれかなぐらいでいいんではないかなという気がする、うんうん、でもその高円寺に拠点になった理由は何なんですか、うん、は、もっと空いてる箱が、あのそのお店できる箱があったから、うん、高円寺のことあんまり知らないかったんですけど、うん、まあ、下北に行っていい箱があるよやってみるみたいな感じ、うん、まあ、もうちょっとこういろいろ複雑な事情はあるんですけど、うん、まあ、その人との縁で、うん、ご縁とね、うん、やっぱりそういうのがあって、はい、出会いですよね、うん、何でもね、うん、人もそうだし物事も全てなんか出会いで変わっていったりとかするもんね。そうだと思うんですね、本当僕の場合は結局偶然に割と動かされて今そういう仕事やってるっていうところもあるんで、もう縁だなと思うんですけど、こういうことやりたいなと思ってたら勝手にそういう風になってたりするもんかなっていうのも、なんか道がさ、こうこれ今違ってるかもしれないけど、なんかこうそう言ってるんだよね、多分その道の方に、やるべき道の方になんとなくこう言ってるような気がしますね、正しい方向になんかこうブレずに導かれてこうやっぱりなんか流れていくみたいな感じ、うん、川の流れじゃないけど、なんだろう、東北人的な慎重さとかネガティブ感とかを持ち合わせながら、うん、やっぱり決めるときは大胆にいってる感じしますね、うん、そうですね、まあまあ、適当なんじゃないですかね、多分そういう意味で、まあとりあえずなんかあんまりこう自分はこういう人間だからとかっていう風に限定したくなくて、あ、そう、そういうとこ似てるの、楽しく、自分がそこ行けばそこがもしつまんないとこでも楽しくなってくんじゃないかなみたいな、うん、でも好き嫌い結構はっきりしてるでしょ、これは多分違うって思わない、それは私はあるのね、これはちょっと違うかもねって、私あの直感で動く人間なので全然計算弱くって数学算数全然ダメなの、なんとかこうまあ、多分あるですね、嫌いなもの、多分私思うんですけど、最終的にはやっぱ直感だと思う、直感、うん、いろんなこと、例えばいろんな自分の目の前にいろんなことがこう条件が出てくるじゃないですか、はい、うん、でそれをやっていって多分こうって時に最終的にはじゃあって言った時には、うん、同じような人が例えばね5人ぐらいいるとするじゃないですか、うん、で最終的にはじゃあどの人を選ぶって時にどの道を選ぶって時に、うん、やっぱり自分の直感であこれかなっていう、うん、のような気がします、うんうんうん、なんとなく皆さんいろんな説があるかもしれませんけど、うんうん、でそれでいいような気がする、うんうん、そう僕もそう思ってっていうか、それを違うと言ってしまったら今までの自分を否定することになっちゃうので、うん、そうだと思います、うんうん、ね、結果的にあの好きなものしか選んでこなかったっていう結果をね、はい、うん、なんとなくそれは3人ともそうなっちゃうから、うん、そういうのね、あ、よかった、結果方がいいってならないとちょっとっていうか私たちはね、うん、あれだけど、うん、今32歳ねえ、ここまで32歳何してた、あでもミカちゃんはもうしてたのよ、飲んでたミカちゃんはもうねこの道行ってたからね、偉いのよ、だって高校の時からもうこの道に行ったから、いやまだこれで食えなかったからまだ、うん、でもやっぱり道としてはもうこれに向かってたじゃない、まあね、私32歳 OL、キャリアウーマン目指したもんね、うん、そうだった、そうだったね、うんうんうん、そっからどうしてこの方向にどうぞ飲んじゃってます、ね、ごめんね、気がつかなくて、美味しいよね、限定という貴重なやつを飲んじゃって、ありがとうございます、盛り上がって、今日数時間じゃなんか終わらないような気がする、いや絶対怒られるからダメだよ、ね、終わらないとね、はい、そうかそうか、そんな感じで、いやでも今そのいろんな大きなイベントをあのこなして、やっぱりそのまあ日々大変だし、うん、それに手をつける時の怖さっていうのって何ですかね、怖い、始まる時は大きなイベントもあれば、うん、本当自分で作った小さなイベントもあって、どっちかいうともう自分で企画して自分で集客して
自分でこうコーディネートしてっていうことの方が圧倒的に多いんですよ、お店でやってるんで。でたまにこう大きいとこから声かかる時もあるぐらいの感じなんですけど、怖いっていうよりもやらないとまず食っていけないっていうのが、なるほど、うん、あとは後ろ岸壁私もそうだから皆さんね、皆さんもそうだよね、いっぱいやってて頑張ってて偉いよねって言われるんだけど、うん、まあみんなだって毎日仕事してるじゃん、そうなの、うん、そうなの、そ、ね、全く感覚同じなんだ、うん、私も形がちょっと違うだけでね、忙しいねって言われるけど、うん、世間の人がめっちゃ働いてるんだよね全然飲んでますからね、そうそう全然飲んでる、はい、私なんか OL も経験してるので、その OL の大変さと、うん、それから今のフリーの大変さ両方分かるので、うん、もう本当同じ、みんな一緒、うん、一生懸命頑張ってるっていう感じだね、うん、だからそういう意味でエンターテインメントの仕事はプラスアルファで余剰の力でやるもんだと思ってるから、すごいいっぱいやってると忙しいのに大変だねって言われるんだけど、うん、これ僕の仕事だから、うんうん、まあ、やるのは当たり前だと、うん、その上で怖いとかいうのはなくて、うん、思いついた時は最初0からこう 0.1 とか1ぐらいにする時は大変ですけど勢いでいけるんですよ、うん、それを99から100とかにする時がめちゃくちゃ大変ですね、アーカイブ作ったりとか、うん、ちゃんとそれを意味あることにまとめて、うん、最後の最後のフィニッシュのところをきっちりやるのが、うん、何ですかな、僕はあんまり得意じゃないです。もうパッと思いついてやろうやろうっつってわーって言って、うん、ドッてやるとこまではいいんだけど、ちゃんとそれをこうまとめたりとか形にして、うん、例えばギャランティーの構想とかもそうですけど、そこら辺はあんまり得意じゃないっていう、うん、増えてやっぱその辺あるよ ね、 ありますね。でそういうとこは誰かこう周りの人が、うん、スタッフとかがこうね求めてます。僕はなんかお手伝いしてくれる人できるだけ具合で、うん、自分もやりたいから勉強したいからやりたいっていう都合のいい人がいれば、うん、はい、うん、手伝ってくれる人が欲しいですね。言い方も正直だよね、うん、すごい正直です。だからあのチラッと、ね、うん、行ってみるのもいいかも、はいはい、会いに行ってみる、うん、そうそう、なんかイベントやってる時に、ね、はい、隠すことないんで僕全部、はい、高円寺から近いの、高円寺から近い、徒歩2分、南口徒歩2分、4丁目カフェの角を左に曲がって中央公園、あの向かいにあります。あ、了解了解、はい、今度行こうね、了解です、了解です、そう、どんな感じで、うん、私フェイスブックもやっててね、はいはい、フェイスブックでちょっと時々チラッとやって、うん、あ、行こうかなと思うとなんかスケジュールがなかなか合わなくって、うん、やっぱりみんなね、まあ、お互いに仕事してるので、うん、行ける時は行く、うん、そういう感じで、うん、ね、まあ、本当にあの来れる時に気が向いた時に来るとこだと思うんで、特になんか、うんうん、そうじゃなかったら続かないっていうか、立地いいですよね、立地いいですけど、うん、人通りが多い場所ではない。あ、確かに、うん、ちょっとやっぱ集客みたいな言葉は常に、まあ、情報は出し続けなきゃいけなくて、うん、まあでもね、こういう時代だからできてるっていうのもありますね。これここ 3,4 年で全然違うっていうか、うん、毎日いろんなコンテンツやってても、うん、今日これやりますっていうことを、今日の夜やることを今朝その日の朝情報出しても、うん、人に伝わるじゃないですか。あ、そうですね、昔と違ってね、今はね、うん、それはやっぱり大きいなと思いますね。それは私も感じる、うんうんうん、と思ってたりして、うん、いろいろとイベントやったりしておりますので、でイベントを、はい、知りたいときはそのさっきの、そうですね、今 Facebook のアンプカフェ高円寺っていう、うん、アカウントが、うん、もう一回多分一番、Facebook で、AMP カフェ CAFE、ドット高円寺、はい、うん、で検索していただくと、検索していただければ、うん、多分それが一番いいのかなという感じですね、うん、はい、うん、ということでね、ということで、はい、はい、はい、うん、次はちょっと次のコーナーが迫っておりますのでね、うん、はい、はいはい、最後になんか皆さんにメッセージか何かありますか、はい、僕はここで一回お別れになるんですか、はあ、あ、もういていただいて、いただいて、はい、はい、次、うん、まあ、メッセージ、そうですね、好きなことを、うん、仕事にするのは面白いし、うん、大変だけど嘘つかずに生きていけると思いますんで、うん、なんか人、うん、人柄が分かるね、うん、若い人とかもし見てる人がいたら、うん、意外と大丈夫って言いたい、うん、そんなこと無理って言ってる人は自分がやってなかった人であって、うん、やってる人もいる中で意外と大丈夫っていうことも、今僕なんて全然若輩者ですけど、まあ、なんかそういう仲間が欲しい、増えたらいいなと思ってます、うん、はい、ありがとう。なんかさ、意外と一歩先にこう踏み込んでみると、うん、また違った視野が見えてくると思う、ね、やってみないと分かんないよっていうこと、ね、はい、ということで、はい、この次はですね、はい、むすび派通信さんからのメッセージをいただきましょう、うん、むすび派さんのね、ピアノは、はい、徳島の
はい、坂東博史先生がこれをピアノを弾いてくださってますよね。札幌の音楽療法学会で、はい、お会いさせていただきました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、住み慣れた地域の医療と介護を結びはクリニックの古川です。はい、ご無沙汰でした。どうもどうも。私も先日ですね、京都に行ってまいりまして、はい、日本生殖園芸リハビリテーション学会に参加させてもらいました。まあね、噛むこと、ごっくん、はい、飲み込むこと、この方たちをね、どうしても口から食べたいっていう思いに、いろんな職種の方が集まって、思いにね、寄り添っていただくんですけども、まあ、いろんな歯科医師さんとか医者、まあ、看護師、いろんなセラピストさんもいるんですけど、うちのクリニックにはその中に音楽療法っていうね、吉岡先生も入れて、楽しく、毎日お仕事させてもらってます。先月ね、ちらっとうちの患者さんのことを言ってもらったんですけども、胃ろうからね、栄養言ってた方が胃ろうを取ってお口から3食食べれるようになりましたという、ね、そうなんですよ。もうびっくりしたの、ね、昨年1月にお会いした時、車椅子で、不随だったんですよね。下半身不随だし、あと麻痺があって、で胃ろうをつけられてて、でもうね、大変な状況で、でもご本人がね、もうお口から食べたいというので、音楽療法でもう、マッサージとか笑顔作りとか、いろんなこう回想法とかを取り入れてやってくださったね。そうですね、リハビリってたくさんいろいろあるんですけどもね、苦しいリハビリだけじゃなくて、楽しく、お食事をする、その3食の前後にもね、歌を歌うというのも、これ関節訓練といって、ちゃんと位置づけられた訓練ですので、それを取り入れて、まあ、成功した例あるんですよね。で、我々も栄養士として、まあ、食べること、しかも美味しくで楽しく、はい、で特殊な料理方法なんですけども、ソフト食とかムース食っていうんですよね。イメージがね、湧かないと思うんですけども、普通皆さんがこう食べてる、ご家庭で食べてるお食事をムース、フレンチのパテとか、あとテリーヌとか、ああいうイメージですね。ああいうようにこうアレンジをして、無理なく一口一口でごっくんって飲み込んでことを確認しながら、お口でこう溶けるみたいな感じ。そうそうそう、溶けながらね、で、クリニックでも、ね、お伝えしたんですけども、呼吸をする管、気道の方と、はい、あと食道の方はちょうど咽頭部で交差してるんですね。ですから、何の気なしにごくごく食べてることも、ちょっとした指令で混乱してしまって、肺に入ってしまって肺炎を起こすんです。食道に便があるんですよ。便ってこう自由にこう閉じたり開いたりするんですね。呼吸と食べ物だよっていう自動的、人間の体ってすごいね。すごいですね。よくできてます ね。で、それを歌でもね、訓練できるということを、うちのクリニックは取り入れてます。はい、で、私たちは美味しく食べるということが専門なので、はいはい、ちょっと今回こういうお話をいただきました。お、いつまでも美味しく楽しく食べるために。はい、これはですね、東京都医療社会事業協会さんの、はい、主催なんですけども。はい、こちらにですね、その生殖園芸の専門看護師さん、茨城の古田先生と、あと東京都栄養士会の会長、はい、西村先生をお呼びして、なんとそこに私も参加させていただいて、3人で美味しく食べるお話をさせていただきます。栄養士会の会長さんと、会長さんと古川さんと、はい、すごいことだ。ちょっとご協力いただいて、おー、すごい。これ都民講座なんですね。都民向けの講座なんですよ。10月31日、はい、2時から三軒茶屋で行います。行かねばならぬ。いや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 、これ申し込み制なんでね、200名限定なんですけども、はい、申し込み制なので、ちょっとネットでね、はい、検索してみてください。はい、ファックス番号もありますけど、これ言っていいんですか。あ、どうぞ。はい、03-5944-9745、03-5944-9745、ファックス番号です。お間違いのないようにお願いします。はい、今自分働いている職種とか、まあ、介護している家族だよとかいいと思います、で、これに参加したいというのでファックスいただければ、はいはい、楽しいお話が聞けると思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、みかちゃん、はい、最後になんか、はいはい、
はい、告知 ありがとうございます、はい、来月10月の16、うん、17、18の3日間、はい、久しぶり4年ぶりにあの地元八戸で、チンドン屋をやれることになりました。おめでとう、頑張ってね。ただ今ちょっとあの公表できる現場とできない現場とかあったりとかしまして、うんうん、あのただどこかにあの3日間出没しておりますので、あの会えた方はぜひお声かけください。かけたから何かあげるわけではないですけれどもでもね、笑顔で答えたいと思います。素晴らしい笑顔です。でもあの今年ねとりあえず優勝できたということで の、うん、あのご好意で呼んでいただけているので、はい、本当にあの八戸の皆さんにはなんとかあの技術で返せればと思っております。よろしくお願いします。大黒健二さんも告知、はい、なんか、いろいろやってますんで、はい、とりあえずお店に遊びに来てみてもいいかなと。楽しいですよ。では、はい、本日もありがとうございました。